アルベルトゥス、セバアルベルトゥスセバは、オランダの薬剤師、博物コレクターである。1730年代から、自らの収集品について、随意の書籍の形で出版した。ドゥニディドロや、ジャンルロン・ナ・ラン・ベールらが編纂した、百科全書の先駆けとなった書籍の一つである。現在のドイツ、ニーダーザクセン州のフリーデブルク近くのエツェルの農家の、息子に生まれた。 幼い頃から才能を示し、村の学校の教師から特別に、ラテン語や自然科学を教えられた。19歳の時、フリースラント軍の薬局などで薬剤師の修行を始め、オランダのメノナイト京都の居住地でオランダ語を学んだ。オランダ各地の薬局で働き、1697年に薬剤師の試験に合格した。1698年に結婚し、 1700年にアムステルダムの港近くのハーラマーディツに住居を兼ねた店を開いた。店はすぐに成功し、資産を築いた。港を使って外国との商売も始め、ロシアの王室にまで商品を納入するようになった。早い時期から動植物、鉱物などの博物標本の収集を始め、アムステルダムはオランダの世界貿易の中心であったので収集には、 適していた。セバも船を使って商品を輸入したし、薬局の顧客にはこれから外国へ航海する船乗りも多く、彼らに依頼して珍しい標本を集めることができた。比較的短期間にコレクションは充実し、評判はアムステルダムだけにとどまらなかった。標本の中には7つの頭のある蛇の標本などというものも含まれていたが、科学的な観点で分類を行っていた。 1716年に何年か薬を納入していたロシア宮廷のピオートル一世にコレクションを売却することになった。皇帝の G のロバート・アースキンにコレクションのリストを送ると皇帝は1万5000ギルダーで全てを買い上げた。これは現在もサンクトペテルブルクのエルミタージュに保管されている。セバは売却した資金で再び新しいコレクションを作り上げた。 特に生物標本の保存に関して医学の文章を研究することや友人の学者フレデリクスル医師と共に研究した。1728年にイギリス王立協会フェローに選ばれ、1734年からシソーラスの出版を始めた。4巻本のうち2巻は没後の1759年と1765年に刊行された。 446の大盤の図版の制作には少なくとも13人の原画家と版画家が何年か働いた。1735年、カール・フォン・リンネはセバのコレクションを2回訪れた。リンネはセバの標本の多くをホロタイプとしたほか、いくつかは自然の体系の存在が疑われる動物リストに加えた。ありがとうございます。